一种绝活，几身就好看。我吐吐一副面孔，谁拉拉一丝真残，那就是五台山的从军。
Yeah!
2人とも全員を受け継ぎます。いかがでしたか？3人の豪華版です。最後に戻ったのは東京から来てくれましたこの2人の師匠の張先生です。ありがとうございました。すごかったでしょ。3人はめったに見れませんよ。どうですか？まず変面をする人は顔が綺麗になんてできない。もうさっき言ったでしょ、ブスはダメです。男の子の未来君の顔見てください。今風のスタイルのいいこの足の長さ、顔の小ささ、どうですか？綺麗でしょ。いや17歳ですよ。こちらまだ高校2年生ですよ、さやかさん。地元の達成高校ね、2年前で教えてもらったのに、長島さんにね、弟子としてね育てていただきまして、今こうやって皆さんの前で踊れるようになりました。まず張先生に拍手をいただきたいと思います。ありがとうございます。明日帰られるんですか？来年来てもらえますか？もう嫌ですか？呼びます、私が呼びます。皆さん来年も来て張先生と会ってください。ありがとうございます。それからこちらの2人、向こうが今年高校を卒業した未来君と3月1日が卒業式だったんです。そしてなんとここに就職ができたんです。今週より募集したら65名来ました。その中の1人に合格したんです。すごいでしょ。ねえ、ここで勉強して一生懸命就職活動をして来年からもここで演じてくれると思いますので、皆さんで育ててください。悪い時は悪いって言ってくださいね。そしたらぐんぐん育っていきます。先生が育てた弟子が今後日本国内あるいは世界にも行くかも分かりませんので、あの時は講師用でタダで見たあの人たちねと思い出してください。いいですか？それからさやかちゃんもそうですね。ここでまだあと1年残りますけど、今度4月から3年生になります。その後はどうなるかまだ分かりませんけど、一生懸命今日最後18日間頑張りましたので大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。そして先ほど言ってましたので記念写真をこれから撮ります。先週の3人の最後に入った先週ここに販売をしますので、ぜひ記念の写真と先週をお持ち帰りいただければと思います。そしてこの後県外の方は特に気をつけて帰られてください。市内の方は勝手に帰ってください。もうその辺で歩いて帰れると思う。県外の方はちゃんと気をつけてまたふるさとに帰って今年1年間健康で過ごして、来年会いたくないでしょうけど私が生きとるのここで会います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よし、やるか。しびれた。あれじゃん、これがゴミ置きやね。あ、これも滑るね。講習業に就職したみたいで、ね、びっくり。